この間ドトールコーヒーで、まあ、ちょっとパソコンで作業してて、一段落したから帰ろうと思ってリュックを背負ってお店を出ようと思ったら、お店の前に多分5、60代のおじさんとおばさんが4人ぐらいってたまってたのかな、入ろうとしてるわけ、ドトールコーヒーで。そしたらなんかどうやらあのこれから飲みに行く一団らしいんだよね、どういう集いか分かんないけど、だけど誰かが来ないと、まだ一人遅れてると、でだからその誰々さんが来るまでコーヒーを飲もうって言ってるんだけど、一人おじさんが俺いらねって、俺絶対いらねって、俺いいって本当にいらねってって言ってずっと断ってる人がいて、ダダをこねてる、ダダをこねてるわけ。4人いるうちの2人ぐらいはもうお店の中にもう半身どころか体入ってるのに、いいっていいって、俺いいってってずっと言ってて、なんかそういうのってさどういう気持ちいいと思って、足並み揃わないでも本当にコーヒーが嫌いな人なんじゃない？いや、そうだったらさ嫌いって言えばいいじゃん、多分、まあね、うん、これからビール飲むのに、あ、すぐに取りたくないんだと思う、ね、なるほどね、もう店に行けばいいべやって人が言ってるの、一人で、もういいんだ先に行ったらって言ってて、でも周りのみんなはいや誰々さん待とうよって言ってるんだけど、俺は絶対いられってでもさ、こっちから私からしたらさ、じゃあ勝手にしろよって決めてもらっていいですか？そうそうそう、どっちでもいいけど、そういうわがままって言う？年取るとそうでしょ、そうでしょ、でもなんかこうなんつうの、嫌な喧嘩でもないっていうかさ、うんうん、お互い好きなこと言い合ってるっていうか、なんか山団地がさ前さ、なんか親戚同士でみんなでなんか歩いてたらさ、うんうん、誰も道分かってないのにさ、みんな誰も道とかこう方向とか分かってないのにずんずん進んでいくっていう。そう、分かんないってことが発覚すると、うん、揉め出す。なんかそれをね思い出したのに、だからちょっとこれから楽しみだなと思って自分の人生。及川くんがなんか昔フェリーでなんかさ、おばちゃんのさ。おばちゃんの6人のなんか登山客っていうか、これからなんか登山かなんかに行く人たちの中の隣かなんかちょこんと座った時があったらしくて、もうほんと誰も話聞いてないんだって。話聞いてない。全員が、全員の話を。そうそうそう。明日どこどこ行くっていう話してる人とか、あの山はどうだったとかっていう人とか、私マーマレードでサンドイッチ作ってきたっていう話がもう全部飛び交えてて、横にいて俺が血狂いそうになる。みんな同時に喋って。あれはすごかったね。マーマレード。中身なんだと思う。マーマレード。ハッピーなんじゃないですかね。それぞれがそれぞれで気使わないでいい。終わり方がふんわりしてるよね。揉め、その揉めのさ、終わりが結構さ、ふんわり、いつ解決したか。ふんわりしてないね。あのおじさんたちがそう結局どうしたのかもちょっと見たかったんだけど、ちょっと時間ないから急いで、そんな風物詩でした。風物詩かかんない。はい、ということで、お知らせですね。まずは先日2月28日のテイクオフ7か。うん、最も 100% ナイスご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。もう最もでございました。最も最もでございましたので、最も楽しんでいただけたかなと思います。なぜなら楽しかったからです。はい、で、どん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 ライブは決まっております。23日かな、まず新宿ロフトでイベントにお邪魔します。ほいで3月24日はやったね今池ゴーナウ今年もということで、名古屋の皆さんぜひぜひね。そうだよ。あのあれだよ、東海地方の人たちによくあるあれは、今行ける時は来るけど我々のワンマンには来ないっていう。逆逆。足習慣がある。逆でもない。逆でもない。どっちもそうだよ。そう。地も楽しいんだから。そちらどちらもよろしくお願いします。で今月はリーダー誕生日ですので我々もおめでとうモードで皆さんと楽しく春を迎えたいと思います。本当？何がおめでとう、おめでとうするよ、おめでとうぐらいな感じでいいんじゃないか。小春日和、あ、それ秋か。お疲れ様で、あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。